皆さんこんにちは。日本美術刀剣鑑賞協会、略して日刀館がお送りする刀剣鑑賞動画です。鑑定士のムイヤーです。さあ、今日は刀装具のまとめおよびおさらいなんていうのをね、皆さんと一緒にやっていきたいと思うんですが、ね、早速2つご用意があるんですが、わかるかな？上がこしらえ、下が白鞘というものになりますね。で、こしらえっていうのは、お城に行くときなんかね、このこしらえに刀身を入れて、お侍さんが腰に刺して持っていくもの。で、下の白鞘っていうのは、長期保管なんかをするときにね、使うものなんですが、って言ってもね、なかなか覚えづらいと思うので、上、こしらえはおしゃれ着、下はパジャマなんていうイメージでね、頭に入れておくといいと思うんですけれども、じゃあ動画見てみます。こしらえと白鞘という動画のご用意がございますので、そちら行ってみましょうか。どうぞ。今回はこしらえと白鞘について解説いたします。では行ってみましょう。こしらえとは、鞘、塚、つばなどの刀装具が施されている外装のことで、時代劇なんかでね、お侍さんが腰に刺している光景を見るかと思います。あの状態の刀剣一式がこしらえと呼ばれるものになります。皆さんが想像する刀のスタイルは、おおよそこしらえの状態で目にすることが多いかと思います。そんなこしらえですが、役割として第一に挙げられるのは、持ち手である塚には塚糸と呼ばれる絹や綿の紐が巻かれて補強されていることなんですね。この状態を塚巻きと呼びますが、この塚巻きによって補強された塚には他にもメリットがあり、握り具合を調整していたりもするんですよ。また鞘や鐔などの装飾性を高めることで、所持者の価格、お家のね、品格ですよね、や威厳を示したとも言われます。では次に白鞘をね、見てみましょうかね。白鞘とは別名休め鞘とも呼ばれ、長期間にわたって刀剣を保管するための外装のことを言うんですね。鞘の表面に漆が塗られていないので、通気性がいいことが最大のメリット。この理由により湿気がこもりにくく、錆の発生を防ぐことができるといった特徴を備えた鞘となります。では実際にこしらえと白鞘の写真を見てみましょう。お、出ましたね。うわ、綺麗ね。いきますよ。ちょっと違いを見ていきますよ。はい、こしらえには塚巻きがされていますが、白鞘には塚巻きはされていません。またこしらえには鐔が装着されていますが、白鞘には鐔は装着されていないですね。そしてこしらえの鞘には漆塗りが施されていますが、白鞘には漆塗りはされていないようですね。このように刀を保管するという同じ役割を持ったこしらえと白鞘ですが、だいぶ違いがありますよね。ではお侍さんたちはどのように使い分けをしていたんでしょうかね。町に出る、お城へ行くといった際にはこしらえを、あまり使わない刀は白鞘へ収納といった感じで使い分けをしていたようですよ。ざっくりといえば、こしらえはおしゃれ着、白鞘はパジャマといったイメージです。ちなみにですが、戦乱の世ではこしらえの装飾性はほぼなく、実用に特化した簡素なものでしたが、平和な江戸時代になると装飾性が高くなったんですよ。ああ、そうだ、これ絶対言わなきゃ。アニメとか映画で白鞘のまま敵を斬るシーンを見たことがあるんではないでしょうか。実際に白鞘の状態で敵を突き刺したり引き切ろうとすると、
手が刀身にね滑ってっちゃって手を切ってしまう可能性、つかまきがされていないためつかが崩壊する可能性、恐ろしいですね。目くぎが折れて刀身がつかから抜けてしまう可能性、あ、これも怖い、なんていうね、全くもって実用的ではないっていうことが起きるんですね。このような理由からお侍さんはこしらえを使っていたんですね。実用性と装飾性を持たせたこしらえ、長期保管に特化した白鞘、同じ外装でもね、だいぶ違いがあって面白いですよね。以上、こしらえと白鞘の解説でした。はい、次に、こしらえを用意してるんですけれども、全身ね、あのざっとこう名称を見ていってみましょう。はい、で、お侍さんって刀刺すときこうですよね。うん、それなんでここ柄頭って呼びます。一方でずーっと行ってここ鞘尻って呼びます。じゃあ今度もう一度ぎゅーっと戻っていきますよ。ここまで戻っていきましょう。はい、これ口蓋ね、口蓋で、反対こうってこうですね、小塚ですね。ちょっと抜いてみますね。え、これ見えるかな、よいしょ、ほい、抜けました。ちょっと刀置きますね。で、ここが耳かきになってるんです。ちょっとこうやった方がいいかなね、なってるの分かりますかね。で、こっちはとんがってると。で、こっちで眉のお手入れをしたっていうんですね。だからまあ痒い時にこう描くって感じですよね。あんまりやっちゃうと乱れちゃうからやんないけど、はい、これ口蓋ね。で、よいしょ、反対これ小塚、よいしょ、ほい、抜けましたね。こうかな、あ、持ちにくい、はい、こうなってて、まあこっちはね、あのいろんな刀見てもそうなんですけど、あんまりお手入れしてる人いないですね。いわゆる万能ナイフですこれね。はい、よいしょ、じゃあ刀身抜いてみますね。よいしょ、はーい、ね、ここがね、いつも紹介している刀身、はばき、つばの上下には切羽が入っています。で、つか、めくぎ、これ出しました、ちょっとめくぎ、ここか、目抜きっていうものがあります。じゃあ実際これちょっと分解してみますね。はい、めくぎです。硬いですね、よいしょ、つかね、あ、まあつか巻きもされていますねこれね。はい、はいはい、よいしょ、あ、ちょっと刀置きます。これが、まあ、ツバですよね。で、これは、あの、口蓋穴と小塚穴が、あの、デザインの中に組み込まれちゃってるんで、あの、ちょっと分かりにくいんでね、分かりやすいものをご用意すると、こうなってます。片方がかまぼこ型で、片方が、まあ、すはま型っていうようなね、あの、お団子3つ重なったような格好してる。で、お団子3つ重なってるような方が、口蓋穴。で、かまぼこ型の方が、小塚穴って呼ばれるものになります。はい、で、唾の間じゃないね、両サイドに挟まってたのがこれ、切羽。この、あ、ちょっと待ってくださいね。はい。はい、これはね、銅でできてますね。そう、こんな、結構薄いんですよ。これを、あの、詰めるっていうわけですね。はい。じゃあちょっと、これね、はばきちょっと抜いてみますよ。よいしょ。で、はばきのサイズ感なんですけど、どうでしょう、こんなで、こう、よいしょ、見えるかな、結構ね、刃側はね、あの、細いって言ったらいいかな、狭いんですね。で、反対側はこんな感じとなっています。で、はい、これ裸の状態です。ここがめくぎ穴ですね。で、これは罪名なんですが、見えますかね、これ
ね、名前が彫ってあるものを罪名と言います。もしこれが名前が彫ってなければ無名っていうものになりますね。で、もしすり上げをしている場合にはこの穴が何個も開いていると、まあ上に穴開いていくんですけど、穴が開いていて中ごじりはスパッと切られる。あ、今ね、中ごじりっていう言葉さらっと出しちゃいましたけど、先ほど覚えてました、これ。ここ装備した時は上に来るからつかなしらっていうふうに言いました。けどなぜかつかを取っちゃう、まあ裸になると頭だった場所がお尻に変わります。これはあのごっちゃにならないようにね、覚えておいてくださいね。と、もう一つ、これまでにご紹介した動画の中でちゃんとは、説明ができていなかった部分なんですが、ここちょうどね、はばきが入る部分なんですけど、切れない側、胸側ですね、胸側と歯側に、あ、ここね、ここが切り欠きになってるの分かりますかね、胸側ね。そう、ここを胸待ちと言います。で、今度逆、こっち、これちょっと、削れちゃってるんだけど、そう、ここを歯待ちと言うんですね。で、ここに実は歯ばきっていうのは、ここのね、切り欠きの部分がしっかりとカタンと、いい、見えるかな、よっ、ね、歯引っかかるようになっていて、まあ戦闘があると自分の方で切っていっちゃうと、うん、なのでガタガタしちゃうよっていうような現象が生まれてくるんですね。でしょ。ではこのまず最初にね、最初じゃないね、2回目だね、あの幅きね、はい、これね、これの確認動画、おさらい行ってみましょうかね。ではご覧になってみてください。今回は幅きを鑑賞してみましょう。あまり難しいことは考えずに、お茶でも飲みながらリラックスしてご鑑賞ください。はばきとは、刀身と鞘を固定する役割のほかに、鞘に収めた刀身が鞘と直に触れるのを防ぐ役割をしている小道具のことです。小さなパーツなのにとても重要な役割をしてるんですよ。あ、そうそう、あの刀のね、紹介動画で登場している未知は白金師といって、はばきを製作する職人さんなんですよね。実はって感じですね。はい、でははばきの分類を簡単に見てみましょう。大きく分けると、単体構造の一重はばきと二重構造の二重はばきの2種類に分類されます。一重はばきは素材となる金属の板1枚から作られています。二重はばきは刀身に触れる下貝と、この下貝を覆う上貝の二重構造となっています。今回は大きな分類である一重はばきと二重はばき、そして二重はばきは下貝と上貝で構成されているという点を覚えておきましょう。ではいろいろなはばき見ていってみましょうか。重要な役割をしているはばきですが、単純なものから装飾性の強いものまで、その種類はとても多くあります。今回は装飾性の強い、いわゆるおしゃれなはばきを紹介しようと思います。さあ、いきますよ皆さん。トップバッターはこれ、はい、でーん、こちらは銅に薄い銀をかぶせたものになります。銀ギセ1枚などとも呼ばれます。1枚とは一重はばきのことを指しますね。上側と下側のヤスリ目が異なっていて、なんか結構おしゃれですよね。はい、次いきますよ。はい、こちらは銅に薄い金をかぶせたものになります。金ギセ1枚などとも呼ばれますね。さっきのはばきと同じように上下でヤスリ目が違ってますよね。で、気づきましたかね、ちょっと縦長の形状をしてるっていうのも特徴的で面白いですね。はい、次はいきますね、どんどんいきましょう。よいしょ。はい、こちらは銅に金メッキが施されたものになります。金メッキのことを「と金」と呼ぶため「と金1枚」などとも呼ばれます。
ね、随分大胆な波しぶきが印象的な作品ですね。うん、僕これ好きですね。はい、次いきますよ。はい、よいしょ。はい、こちらは銅をいぶして黒くしていますね。さらに図柄を彫って銀や金を埋める象眼がされており、とってもおしゃれです。これも僕好きですね。かっこいいもん、普通におしゃれだよね。はい、じゃあ次いきますよ。さあ、鳥でございます。いきますよ皆さん、よいしょ。はい、でーん、はい、こちらなんと純金でございます。基本的に葉巻には純金を使うっていうことはありません。というのも純金は柔らかいため、実践で使用すると葉巻が壊れてしまうので不向きなんですね。なので通常は主に銅を使うんですが、こちらは純金。なぜ純金かというと、この葉巻をつけた刀は実践には使わず大切なコレクションにしようという思いから高価な純金を使用したんじゃないかなと思います。そんでもってこれ、上蓋には三つ葉葵の御紋が透かし彫りされております。ねえ、いや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 、どんな方がお持ちになっていたんでしょうか。想像するだけでワクワクしちゃいますよね。はい、さあいかがでした。いろいろな葉巻がありましたね。美術工芸品として世界中にコレクターさんがいるのも納得ですよね。博物館なんかでね、刀を鑑賞する際はぜひ葉巻もご覧になってみてくださいね。はい、ここからスクショタイムです。美しい姿をどうぞご鑑賞ください。はい、終了ね。以上、葉巻の鑑賞動画でした。では次にツバとセッパを見てみましょう。はい、これツバ ね、はい、ね、おせんべいみたいだね、なんかね。で、はい、セッパね、意外に薄い。で、これをツバのこの中心部分にあるちょっとこう、ちょっとだけね、盛り上がってるんですよ、これね。わかね、伝わんないよね。ね、そこにセッパをこういう風にかけると、まあ乗っけるっていう意味ですよね。で、そのガタつき具合によっては、両サイド、セッパでサンドイッチするなんていうような使い方をセッパはしますね。じゃあね、ツバとセッパの確認動画行ってみましょうか。どうぞ。今回はツバとセッパについてざっくりとご説明しますね。では行ってみましょう。ツバとは、塚と刀身との間に挟まれた刀装具のことです。相手から刀で攻撃された場合に塚を握る手を防護することが主な役割。また反対に、こちらから刀で切りつけようとした際にもツバがあることで刀身へと手を滑らせてしまうことを防ぐ役割もあります。さらに刀の重心を調節する役割もあります。こうしてみるとツバはとても重要な役割をしているのがわかりますね。では次にセッパの役割を見てみましょう。セッパの主な役割は、ツバがずれてしまうことを防ぐためと言われています。この他にも、激しい切り合いで目釘が折れるのを防ぐため、切るときに手へ伝わる衝撃を和らげるため、柄の握り具合を調節するためなどの役割があります。では実際にツバとセッパを写真で見てみましょう。まずはツバの名称を見てみましょうね。はい、こんな感じでありますね。刀身を通す中子穴、セッパをかけるセッパ台、口蓋を通すための口蓋穴、小塚を通すための小塚穴なんていうのがありますね。口蓋や小塚って何？っていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですが、これらはね、刀装具の一つなんですけど、
また別のね動画をご用意してご説明する予定でおります。さて、セッパはどこに装着されるんでしょうかね。名称でも出てきているので予想ができたとは思います。そうです、セッパ台の上に乗るように装着されるんですね。このセッパが装着されることによってツバのズレを防止したりしているんですね。ところで、ツバのズレって何？と思われた方もいると思います。実際僕もツバがズレるなんてねないでしょうって思っていたのでね、これからお伝えする理由を知って、なるほどねと思いました。ではなぜズレが発生するのかを見てみましょう。刀で切りつけるということは、ありとあらゆる部位に相当な力が加わります。特にその力を強烈に受けるのが刃ばきなんですね。刃ばきに力が加わると、そうです、自身の刃で刃ばきを切ってしまうんですね。そうなると刃ばきは徐々に上側へとずれてしまいます。これがズレの原因なんですよ。このズレでできてしまった隙間を埋めるのが切羽なんですね。時代劇なんかでね、刀を鞘に戻した後にカチャッとなる音を聞いたことがありませんか？あの音は実はこのズレによる鐔と刃ばきがぶつかってた音なんですよ。ですので本当はズレによって発生している音なので、鳴ってはいけない音なんですね。もしずれたまま刀を使用すると、刃ばきや鐔がガタガタと動いてしまって戦闘にはなりません。よって切羽を用いてこのガタつきを補正したんですね。そう、あのね、皆さんね、切羽という言葉聞いて切羽詰まるという慣用句を思い出されたんではないでしょうか。意味としては追い詰められてどうにも逃げられない状態になってしまうことです。語源は本日ご紹介した切羽なんですよ。切羽の役割からすれば、実際には切羽詰めるなのですが、なぜか切羽詰まるという慣用句として広まってしまったみたいですね。切羽だけでなく刀にまつわる慣用句はとても多く存在していますので、今後ご紹介していきますね。以上、鐔と切羽についての解説でした。はい、続いては口蓋穴と小塚穴見てみましょうね。はい、ね、さっきも登場したんですけれども、ぎね、かまぼこ型の穴と巣浜型、まあ団子がね3つ重なったような穴が開いていますが、これが口蓋穴と小塚穴になります。でこれね、多分ねどの方もやってないと思うんですが、実際にこの穴に入っていくっていうのをシースルーでね、唾単体でねやる人って多分いないと思うんで、ちょっとやってみますね。じゃあまずはこれね、口蓋ね、口蓋はこっち側、こっち側ね、ここダムが3つ重なったような方ね、巣浜型の方に入っていくんですが、ヒューヒュー、じゃあちょっと横向けますね。はい、あーどうしよう、こっち、まあでもまあこっちでいいか、あ、よくない、こうしようか、ヒューヒュー、こんな感じで鞘の中に収納されていくんですね。じゃあ小塚もやってみますね。これこっち向きだね、分かんなくなっちゃった。まあいいや、ちょっとやってみますね。向き的にごめんなさい、これね誤算の切り逆になっちゃうけど、まあいっか、これでいきますよ。ヒュー、結構ね奥まで入るんですよ。これこの辺まで入ってましたね、さっきね。でスーッと抜ける。はい、ヒューと、はい、こんな感じで、着脱がされている、その穴のことを、まあ、小塚穴と口蓋穴と呼ぶんですね。ではそちらの動画も確認してみましょう。どうぞ。今回は口蓋穴
と小塚穴について解説します。では行ってみましょう。口蓋穴とは、唾に開けられた口蓋を出し入れする際の巣浜型の穴のことです。巣浜型とは、川からの土砂の堆積地にできる入り組んだ浜辺の様子を図案化したものなんですね。で、家紋にもなっていますので、ぜひ皆さん調べてみてください。刀を腰に刺した時には、体の外側になります。また、鞘にある口蓋の収納ポケットは、口蓋筆と呼ばれています。次に、小塚穴についてです。小塚穴とは、唾に開けられた小塚を出し入れする際の半月型の穴のことです。刀を腰に刺した時には、口蓋とは反対側に体の内側になります。また、鞘にある小塚の収納ポケットは小塚筆と呼ばれています。では次に、この二つの穴の様子を見てみましょう。はい。こちらが、口蓋穴と小塚穴のある唾となります。平面上の唾に二つの穴を開けたものや、透かし唾に合わせて違和感なく開けられたものなど、デザイン性が豊かなものもありますね。ですが、どうやら穴のないもの、小塚穴しかないもの、二つの穴が埋められたものもあるようです。太刀用の唾の場合には穴を開けず、脇差し用の唾の場合には小塚穴のみ、刀用の唾の場合には口蓋穴と小塚穴の二つが開けられていたようです。ただし、この二種類の穴は儀式用や戦闘用の刀剣といった各種様式や持ち主の好みによってまちまちだったようですよ。このあたりの真実っていうのはね、当時の持ち主に聞いてみないとわからないというのが現状のようですね。では実際に口蓋と小塚を出し入れしてみましょう。はじめに口蓋ですね。口蓋穴から口蓋の耳かき部分が飛び出しているのがわかりますね。はい、引き抜き終了。口蓋穴の様子がよくわかりますね。続いて口蓋を戻してみます。口蓋穴を通して口蓋筆に収納されました。次に小塚です。小塚穴から小塚がちょっと見えていますね。はい、引き抜き終了。小塚穴の様子がよくわかりますね。続いて小塚を戻してみます。小塚穴を通して小塚筆に収納されました。いかがでしたか？唾に開けられた口蓋穴と小塚穴を通して二つの道具が出し入れされる様子がわかりましたかね。戦場でも使用することを考えて、口蓋筆と小塚筆を鞘に作って収納するようになったんでしょうね。このあたりのアイディアは素晴らしいですね。小塚や口蓋についての詳しい解説は、見どころものの動画でご紹介しておりますので、そちらをご覧くださいね。以上、口蓋穴と小塚穴についての解説でした。はい、じゃあ次にですね、見どころもの、小塚、口蓋、目抜きを見ていってみましょう。ね、はい。これ小塚ね。ゆい。はい。口蓋。ね、さっきは、唾の小塚穴と口蓋穴を通してシースルーでね、入っていく様子を見てみたんですが、今度は、唾なしで鞘にどういう風にね、収まっているか見てみましょうか。はい。ここね。
はい、ヒュー、こんなもんで、こっち、あ、見えない、あ、見えない、ちょっと引っ掛けちゃいますね。はい、こんなもんからいきますね。ヒュー、はい、こんな感じ。だいぶね、スムーズに入るようにはなっています。はい、じゃあ今度、目抜きね、これね、ね、まずここか、ここ下の方にあるの分かります？ここにあるんだけど、この位置と反対側はここにあるんですね。なのでちょっと分かりにくいんですけど、ここがボコッとしてて、上はここがボコッとしています。これは人によってなんですけど、このグリップした時にちゃんとこの空間を埋めるっていうような場所に入っているんですね。で、つかまき、つかいとが巻かれちゃうと何の絵柄かわからないと。じゃあ実際は どんな感じで入ってんのっていうと、ま、これ子犬の、あ、大変大変、はい、子犬の目抜きなんですが、これがまあこことここに入っているっていう状態ですね。ね、いろんなデザインがあるけど、うん、あ、まあ、うん、これ、まあ、こっちのがサイズ的には合うのか。まあ、こうですね。うん、っていう風になっていたりします。はい。じゃあね、見どころものの動画で改めて確認してみましょう。どうぞ。今回は、目抜き、公害、小塚、の3種を総称した見どころものについて解説いたします。では行ってみましょう。目抜きとは、持ち手である塚に据えた小道具のことで、手の滑りを止めるのが目的となります。通常だと塚糸が巻かれているため、全体像をしっかりと鑑賞することはできません。目抜きのデザインは草花や動物、無機物など多種多様です。今回は、見ざる聞かざる言わざるの三猿と子犬をご紹介。ね、こんな可愛いデザインなのに、使い手で隠れてしまうっていうのは、ね、なんかちょっともったいない気もしますね。はい、次に、公害を見てみましょう。公害とは、髪の毛や曲げ、の手入れをしたり、耳かきとして使用された男性が身だしなみを整えるための道具になります。写真右側の先端で髪の毛や髷のお手入れを、写真左側の先端で耳かきをしたようですね。写真左側の先端を真横から撮影すると、はい、本当に耳かきになってるのがわかりますよね。お侍さんがこの道具をいつも携帯していたと考えると、なんかとてもおしゃれな印象を受けますよね。はい、次に小塚を見てみましょう。小塚とは細工用の小刀で、本来は木を削る際や緊急時の武器として使用されたようです。時代劇や漫画などで棒手裏剣として投げているシーンを見たことがありますが、実際にはうまく刺さらないみたいですね。では実際に目抜きの位置、公害、小塚の装着される様子を見てみましょう。はい、刀登場しました。はじめに目抜きですね。はい、こちら側と、はいはいはい、よいしょ。はい、こちら側、つまり両面の違う位置に据えられているっていうのがわかりますね。うんうんうん。はい、続いて公害行ってみましょう。これね、鞘の側面に収納されてるんですね。あ、スルッと抜けます。はい、抜いてみました。そして反対側行ってみますね。これは小塚ですね。反対側の側面にこれもどうやら収納されています。うん、スルッとこちらも抜けますね。では今度は戻す作業をしてみますね。まずは小塚から。はい、スーッと入りますよ。はい、
ってひっくり返して今度は口蓋ですね。はい、こちらもスムーズに入りますね。これならね、携帯するにも邪魔にはなりません。さあ、いかがでしたか？目抜き、口蓋、小塚の見どころものの役割を簡単に解説してみました。江戸時代に入るとこの三種を同作者同衣装で揃えたものが尊重されるようになったそうです。お揃いの道具にするあたり、やはりお侍さんはおしゃれだったんですね。以上、見どころものについての解説でした。はい、では次にめくぎ穴を見てみましょう。まずはね、はい、柄に開いためくぎ穴ね、これね、これない方がいいか、はい、こんな感じで、刀身に開いてる、まあこっちをね、めくぎ穴と呼ぶんですが、どっちもめくぎ穴なんですけど、ここね、で、これが、まあ、よいしょ、鞘と同じくらい、こうですね、こうなって中で、めくぎによって固定されると。で、めくぎはこれ、じゃあ中でどうなってるかっていうと、ほい、こんな感じだよね、こんな感じで、ヒュッとこういう感じね。たった一本でね、固定してるだけだから、ね、なんか不安にはなりますが、ここはね、消耗品ですからね、ちゃんとチェックするようにしましょう。ここね、こういう風に入ってますね。はい、ではめくぎ穴の動画をご覧ください。どうぞ。今回はめくぎ穴についてご説明しますね。何度も出てきているワードですので、聞き覚えはあるかと思います。では行ってみましょう。めくぎ穴とは、中子に開けられた穴のことで、めくぎを通すことで刀身と柄を固定する役割をしているんですね。ということは、このめくぎ穴がないと刀としての機能を果たすことができないんですね。うん、奥が深い。はい、穴の数についてですが、作られた時には基本的に1個です。何個も穴が開いている場合は、すり上げがされたということになりますね。では実際に柄をつける工程を見てみましょう。一番最初に装備されるのは幅木ですね。幅木が装備されたら、次に鐔を装備します。場合によっては切羽と呼ばれる鐔のガタつきをなくすためのパーツが入ることもあります。鐔や切羽の詳しい解説は後日ショート動画でご紹介する予定でおります。はい、続いてグリップとなる柄が入ります。この段階で中子と柄に開けられためくぎ穴がピタリと合致しています。うん、まあそうでないと固定できないのでね、当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。そして最後にめくぎをめくぎ穴に通すんですね。めくぎは基本的には竹を使用しますが、水牛の角や象牙などを使用したものもあります。このめくぎのメンテナンスをしていないと、戦闘中にめくぎが折れて刀身が吹っ飛んでしまうなんていう恐ろしい事態が発生します。ですので、たかがめくぎと侮るなかれなんですね。さあ、これで皆さんの知っているつば付きの刀身の完成となります。刀の素晴らしい点は、すべて分解できることなんですね。それぞれのパーツのメンテナンスができることは、武器として素晴らしい機能かと思います。これも日本刀の魅力の一つですよね。はい、以上、めくぎ穴についての解説でした。はい、じゃあ次にすり上げについてちょっとおさらいしてみましょうね。はい、まずすり上げっていう風になっていたら、あれ、よいしょ、はい、めくぎ穴が複数個あるっていうのが大前提になりますね。ね、これの場合1個2個とありますよね。で、もう一つなんですが、
ここ中ごじりがスパンとまっすぐ切ってある場合にはもう間違いなくすり上げというふうに見てもいいです。ただちょっとねこれはね予備情報なんだけど、お金かけてすり上げする人ってねここねちゃんと角落とすんですよ。だからそういうものもあるんだけど、穴が複数個あったらばまあすり上げかなっていう感じですよね。いろいろねすり上げもあるからね、あの一概にこれっていうふうには言いづらいんですけれども、あの一応分かりやすいところではそういうところになります。では、すり上げの動画確認いってみましょう。どうぞ。すり上げとは何かを解説していきますね。今回は前回の動画で紹介した左文字に登場してもらいましょう。前回の動画では、めくぎ穴が複数ある場合には、本来の長さよりも短くなっており、これをすり上げと呼ぶんだよと解説しました。今回はもう少し詳しく解説しようと思います。本作の左文字では3つのめくぎ穴が開いています。では、作られた当時の最初のめくぎ穴はどれだと思いますか？これね、初心者の方だと意外と難しいんですよね。まあ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 、正解言ってみましょうか。はい、1番ではないんですね。残念でした。実は3番が最初のめくぎ穴なんです。めくぎ穴は刀が作られた最初の段階では基本的に1個ですので、1番と2番のめくぎ穴は後から開けられためくぎ穴ということになりますね。すり上げは中子を下から切り縮めることで行います。例えば2番と3番の間ですり上げをしたとすると、2番のめくぎ穴の位置が中子尻側に寄っていってしまい、かつ中子の長さが短くなってしまいますよね。そこで待ち送りという手法で中子を刀身側へと延長し、新たにめくぎ穴を開けることで新しい中子を形成したんですね。結果として刀身が短くなり、中子尻が上へと移動するのですり上げと呼ばれるんですね。ここで言うすりというのは、ざっくりといえば刀身が短くなること、上げというのは中子尻が刀身側へと上がっていくことだと思っていただければ、すり上げをイメージしやすくなるかと思います。あ、そうそうそうだそうだそうだ、この刀は作られた時よりも短くなってるんだよと説明すると、大体の方は切っ先を切って残った刀身に切っ先を再形成すると考えているみたいです。ですが切っ先を切ってしまうと、もう一度トン転換してね、切っ先を作って、切っ先専用の刃文である帽子を作るために土を塗って焼き入れをしなくてはいけないんですね。まあとても手間のかかるお話ですよね。このような理由から持ち手側、つまり中子ですね、から切り縮めて短くしたんですね。ちなみにですが、もし切っ先を切った場合、その長さにもよりますが、短刀や脇差しとして再利用が可能です。まあ要するに切っ先がなくなってしまった刀身に切っ先をもう一度作るというのは合理的ではないということなんですね。とね、偉そうに言ってますけど、僕も最初は切っ先側から短くすると思っていたので、こういったね理由を知ってへえと思ったもんですよ。では次に、すり上げられる前の本来の姿はどんなものだったのかを再現してみましょう。3番のめくぎ穴の上に幅木があって、1番と2番のめくぎ穴は本来であれば刀身で、3番のめくぎ穴よりも下に本来の中子があったんですね。ここで本作が無名であったことを思い出してみましょう。仮に名が残っていたとしたら、その名はどこにあったんでしょうか？皆さんこれ想像つきますね。いきますね。はい、ドーン。このあたりにあったんですね。
なので一口に無名といっても、すり上げによって無名になってしまった刀剣もたくさんあるということなんですね。ここまでですり上げの意味はなんとなく分かっていただけたと思うんですが、そもそもどうして短くするのかという疑問がありますよね。はい、これは所持者の身長や戦闘スタイルに合わせたからというのが、まあ理由になるんですね。例えば次の所持者が前の所持者よりも身長が低かった場合、刀身が長すぎて戦闘しづらいという不利な状況が生まれます。なので短くして再利用したということなんですね。でもそんなことしないで新しく作ればいいじゃんとも思いますよね。いや、うん、僕も正直そう思ったんでね。うん。ですが江戸時代以前は、極端な言い方をすれば明日戦、なんなら今から戦というバタバタとした状況だったので、新しく刀を作っていたら戦に間に合わなかったんですね。加えて皆さん想像がつくと思うんですが、刀を作るには時間、労力、費用がとんでもなくかかったわけですよ。なので新しく刀を作るよりも圧倒的に手間のかからないすり上げによって再利用した方が合理的だったんですね。このような理由からすり上げリユースが一般化したんですね。現代の感覚からすれば、名をなくしてまで短くするなんてもったいないと思ってしまいますが、実践をしていた人たちからすれば、使えない武器が残っている方のがもったいないと考えたんでしょうね。まあ、頭ではわかってるけどね、やっぱり名がなくなってしまうっていうのはもったいないと思います。はい、とまあすり上げについていろいろと語ってまいりましたが、いかがでしたか？博物館なんかでね、複数のめくぎ穴のある刀を見たら、どのくらい長かったんだろう、名はあったのかな、なんて想像しながら鑑賞するのも楽しいですよ。また何回すり上げしたんだろうと思った場合には、めくぎ穴の数マイナス1がすり上げた回数となりますので、これもトリビアとして覚えておくといいかもしれないですね。はい、余談なんですけど、実は見えているめくぎ穴よりもずっと下に本来のめくぎ穴があったなんていう場合もあるんです。ですのでめくぎ穴が一つしかない脇差しなのに、本来であれば倍以上の長さである大立ちだったなんてこともあるんですね。このようなものは大すり上げと呼ばれていますがね、これはまた別の機会にご紹介しましょうね。以上、すり上げについての解説でした。はい、では次に名についてね、ちょっと確認していきましょう。あの名とね、一口に言っても、まあ、皆さんが知っている刀匠さんの名前が入っているパターン、あとは試し切りをした時に入れる裁断名とか、作った時の年号を入れる年記名なんていうのがねあったりしますよね。でさらに、その刀、まあ、刀匠さんによって文字がね、文字の、まあ、フォントって言ったらいいかな、あのだいぶね変わるんですよ。でそれはその彫った人の、まあ、彫師さんの、筆跡個性だったりするからね、そういうのを見るのも非常に楽しいと思います。ではね、その中でも、まあ、一例として、名の比較という動画を確認してみましょうか。どうぞ。清光と大和の神安定に登場していただき、名の比較をしてみましょう。はじめに清光の名を見てみましょう。作りの青に当たる部分が12月に見えませんか？なのでこの名は12月清光とも呼ばれています。この名を切った清光は漢文末頃に活躍した清光で、避妊清光や古事記清光と呼ばれて大変有名です。では次に大和の神安定の銘を見てみましょう。
読みやすく優しい印象を与える銘ですよね。さてさて、この2つの銘の文字の縁を見てみると、清光はギザギザしていて、安貞は滑らかなの分かりますかね。これは刀鍛冶が彫った銘と彫り師が彫った銘の違いなんですね。つまり清光は清光本人が彫った銘であり、安貞は専属の彫り師が彫った銘ということになります。彫り師が彫る場合、ギザギザにならないように加工を施すのですが、当時の刀鍛冶が彫った銘ではそこまでの細工はしなかったようですね。加えて清光の文字は決して達筆とは言えませんが、安貞は美しい筆運びになっています。これは清光があまり漢字が得意ではなく、お寺などで清光という文字を書いてもらい、それを見ながら一生懸命彫ったからでしょう。一方安貞の方は彫り師が彫るわけですから、当然漢字も書けるはずですので、美しい筆運びとなってるんですね。とはいえ、みんながみんな専属の彫り師を抱えることは難しかったのでしょう。まあ金がかかるからしゃあない、それはね。このことからも清光は小さな工房で、安貞は大きな工房で作刀していたことがうかがえます。銘だけを見てもなんとなく刀鍛冶の置かれていた環境がわかるのも面白いですよね。以上、銘の比較でした。はい、皆さんお疲れ様でした。刀装具についてのね、まあおさらいと、ちょっとしたね情報なんかを挟んだ動画にしてみたんですが、いかがでしたでしょうかね。刀装具ってね、一口に言ってもだいぶパーツが分かれていたっていうことに気づけたんではないでしょうかね。で、一つ一つがね、重要な役割だったり、アクセサリー的な役割だったりと、面白いんですよね。で、これから皆さんが、見る機会の多くなる、刀っていうものに付随して必ず刀装具っていうものも入ってくるんですね。ですので、いろんなものを見て、なんだろう、ここが分かんなかったなとか、あ、ここあの動画で見たやつだなんていうような興味を持っていただけると僕はとても嬉しいです。で、ちなみになんですけれども、僕もこの刀剣の世界っていうのに、入った時に興味を持ったのは実は鐔なんですよ。本当にいろんな細工がされていてね、綺麗だなと思って僕はこの世界に飛び込んできたんですね。なので、もしね、まだまだ知らない刀装具があって、これ見て、あ、なんかすごいとかって思ってこちらに入ってきた方はね、僕がこちらの世界ご案内しますので、一緒に刀剣の世界を旅してみましょう。はい、動画を見て勉強になった、興味を持たれたという方は、ぜひチャンネル登録、いいね、高評価をよろしくお願いいたします。そして、これからもご視聴のほど何卒よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。あなたに届け刀の思い、バイバイ。